ってる方は本当に人それぞれ感じる魅力があると思うんですけど、はい、私はもともとハウスの音楽が好きで、おー、なるほど。ハウスミュージックってすごい特徴的で、そうですね、割と四つ打ちでずっと同じリズムを繰り返してて、そんなに他のジャンルに比べてあまり、なんていうんですか、速さの変化もなく、うんうん、加わってくる音楽も少ないかもしれないんですけど、その音楽がすごい好きで私は、なるほど、感じました。ほほ。で、まあ、その音楽の中にただ、まあ、私たちすごい足を動かしてたと思うんですけど、はい、ステップをやればいいってあれじゃなくて、別にステップ関係なく、はい、そのリズムに自分でそのリズムに乗っかったりリズムを作ったりして踊るっていうのがすごい魅力的だと思うんで、はい、私はもう本当に音楽が好きでハウスの音楽を聴くのでも好きなんで、はい、そこで魅力を感じました。ハウスダンスのみならずハウスミュージックラブと、はい、いうことですね。、はい、いや、わかりますよ。僕もあのハウスすごい好きなんですけど、はい、やっぱり四つ打ちっていうと実は EDM も四つ打ちだったり、はいはい、四つ打ちだったりするわけですけど、やっぱり違うのはこう一個一個重なっていくんですよね、ハウスっていうのは、はい、すごいこう聞いた話なんですけど、聞いた話、はい、もうすごい気持ちよく聞こえるっていうのが、はい、自分が母親の女の母親のお腹の中にいる時に聞こえてた母親の鼓動の音がすごい近い音だし、だから聞いてて気持ちいいと感じる。それすごい深いですね。これ聞いた話なんですけど、なるほどなるほど。ハウスの BPM のそのドツドツドツっていうのはお母さんのお腹の中にいた時の鼓動の音に似てると。すごい、あら、近いリズムらしい。なるほど、あ、すごい、それ納得しました。なるほど、ありがとうございます。はい、はははさすがですね。続いてですか、あ、振り付けに関してのご質問です。はい、振り付け、お三方3人で、ルシファーでございますけれども、振り付けは3人で考えるのでしょうか、それとも誰かが代表して考えているのでしょうかというところですが、エリカさん、よろしいでしょうか。はい、一応振り付けのリーダーっていうかルシファーのリーダーは一応私なんですけど、はい、あの特に何もしてないんですけど、ただ振り付けに関しては基本的には3人でやっていて、はい、ただ3人で同時に考えるっていう形だとやっぱりこう音同じ音でも違 う, こう発想を持ってるので。あ、そうですね。そうです。なので基本的には例えば48なら48とか区切りを作って、はい、ここは誰誰ねとか、まあ誰っぽいから誰にしてって推薦する時もあるし、自分でここやりたいっていう時もあるし、はいはい、でそれで作っていって、あとは全体の流れとか構成をみんなで考えるっていう形で基本的にはネタを作ってます。なるほど。その誰々っぽいってちょっと気になりますよね。そのポサってどっから出てくるんですか。すごい一人っ子っぽいとかA 型、B 型っぽいとかそういうことですか。ポサ、そうですね、O 型なんですけど。お、全員、いや、モンカが O 型なんですけど、モンカさん、はい、O 型なんでこう、わーって感じなので。え、O 型ってわーって感じなの。そうなんですよ、偏見ですけど。ここの、わかんないです、O 型の方、わかんないですけど O 型の人に、ここの O 型。あ、じゃあみんなわーってする人なんですね。そうなんですよ、はい、どう、そうだと思うんです、今は隠してるとしても。そうですね、家に帰ったらわーって、一人になったらみんなわーしてる。なので、サビを一番盛り上がるところをが多いですね、担当するんですね。で、まあ、結構落ち着いてる A 型なんですけど。落ち着いている A 型。 A 型なるほど、はい、なんで基本的には最初のゆっくりしたテンポの始まりのあんまりバッて上げすぎず下げすぎず、はい、でも調整が多分できるのでしっかりと。なるほどなるほど。立ち上がりのとこですね、はい、あまりの B 型を。 B 型を、あまりの B 型、あまりの B 型、あまりの B 型です。なるほど。あ、じゃあそれは、まあ、血液型じゃないにしろ、まあ、そういうやっぱり特性があって誰々っぽいから分けてます、そういうことなんですね。なるほどなるほど、興味深い。あ、これも聞きたいですね。必ず入れてしまう好きなステップ、じゃあ桃香さんいいですか、はい、ちょっと立ってもいいですか。立ってもどうぞ、もうもちろんです。はい、わ、これは ありがとうございます。ハウスのステップで、はい、2ステップと呼ばれている2ステップ、はい、はい、あとはルーズレックスというんですけど、はい、そのステップが多分ダンスをやってる方、知ってる方だったら、はい、多分見たことある、こういう、おお、こういうステップ。難しそう、まあ、結構本当に基本的なステップで、これは絶対何でしょうか、移動だったりとか、はい、これをしながら移動するとか、おお、何でしょうか、
もしじゃあ大技をやる前とかに使えたりするので、はい、ネタには絶対入ってます、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、もうそのじゃあ移動だったりとか、大技っていうと何ですか、こう飛んでこう地面にスーッていく、ま、はそうです ねとか細かい何でしょうか、見せ場というか、はい、足のステップをバーって見せたい時とかは、はい、その前をシンプルにしたいので、そういう時はあのもう王道な、なるほどなるほど、必ず入れるステップは2ステップ、はい、ありがとうございます、はい、実技も入れまして、はい、おじゃあこれは風音さんにお聞きさせていただきたいかと思います。ハウスを実際ハウスダンスを始めたいって思っている人に最初に覚えてほしいステップは何でしょう。はい、はい、うん、いやすごいあの基礎的なステップってたくさんあるんですけど、はい、その中でも一番多分踏みやすいっていうのがこのパドブレっていう。パドブレですね。あのハウスダンス限らず多分ダンスでいろんなジャンルで。バレエにもありますよね、パドブレってね。そのちょっと、はい、あの名前を変えたバージョンなんですけど、はい、このステップすごいあの基礎だと思います。なるほど、ここから始めるのがお手頃、はい、多分一番踏みやすいと思います。なるほど、2ステップちょっと難しいんで。そうですよね、今見て、はい、あれって思っちゃったんですけど、パドブレはトン、トット、トン、トットとのこのリズムですね、はい、あちょっと今狭いんでちょっと家でぜひやってみてください、はい、こう右足出して揃えて左右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 左
ゃあ必ずと言いますか、はい、これからどんな音楽でも合います、はい、ハウスダンスをやる人に限らずどんな音楽にもあるパドブレステップ、はい、これをやっていただきたいということですね、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。それではお姉様方に質問がありました、はい、人同士さん、はい、